南アジアはアジア南部の地域。アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカの各国を含む地域。南アジアの都市地図国連による世界地陸分面積は448万キロ平方メートル。現人口は17億人だが2050年には22億人にまで増大するとの予測がある。 中でも、インドの人口増加は凄まじく、インドだけで16億人、また、パキスタンでも3億5千万人以上に増加すると予測されている。2050年の人口内ち分けは、インド15億7千万人、パキスタン3億6千万人、バングラデシュでは1億3千万人、ネパールは4千万人ほど。面積、人口ともに大半をインドが占める。 しばしば、インドは国というより大陸であるとして言及されるが、インドはイギリス東インド会社がムガル帝国、マイソール王国や500以上あった反王国を統合させた経緯が大きい。それと、インド、パキスタン、ミャンマー、スリランカ、バングラデシュは、かつてイギリス領インド帝国から分離独立した国である。そのため、公用後、 巡行用語は英語を使う国が多い。地形は、北では、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈、西では、スライマン山脈とインダス川やタール砂漠、東では、プラフマプトラ川やアラカン山脈、そして、半島部分は、ベンガル湾、アラビア海、インド洋などが存在する地域である。しかし、この地域は、昔から孤立していたのではなく、紀元前1500年頃以降から、 多くの外来民族のマケドニア軍、大月市、クシャーナ朝、チュルク人系ムスリムなどがインドに流入し、新文化形成に加わった。また、周囲の海も西アジアや地中海地域との交易や文化交流を助けた。さらに、仏教やヒンドゥー教がインド洋諸地域や東南アジア地域に拡散する上で効果的であった。上記の各国は、 南アジア地域協力連合を結成。現在はアフガニスタンも加盟しておりイランはオブザーバーとして参加している。この地域に参加している日本の NGO は2005年9月から実施された調査ではネパール43団体、インド40団体、スリランカ33団体、バングラデシュ31団体、パキスタン18団体であり、過去の調査との比較では 活動団体の数は、ネパールとスリランカでは増えたが、インドとバングラデシュは減少した。アフガニスタンの南部は、パキスタン北部と同じ民族のパシュトゥーン人。南アジアとの関係が深く南部もしくは全土を南アジアに含むこともある。また、イランのペルシア人及び、タジキスタン共和国のゴルノバダフシャン自治州のパミール人は、イラン系アーリア人であり、イスラム教シア派である。 これらはインド系アーリア人と人種的な側面では近く、主要民族がアラブ人である西アジアや主要民族がイスラム教スンナ派を信仰する中央アジアとは文化が異なるため南アジアに含まれる場合がある。さらにチベットは文化的に南アジアとの交流が深く南アジアに区分される場合がある。地球温暖化の深刻な影響により将来的には 全世界で最も早く夏の暑さが人類にとっての生存の限界に達して居住不能になると予測されている。ユナイテッド・ネーションズ・スタティスティックス・ディビジョン内藤正夫中村平次編南アジアの歴史複合的社会の歴史と文化マイナス有比格2006年7月1から2ページありがとうございます。